気持ちいいクチュクチュです。いやいや、ちょっと両手見せてください。はいはい、ここのとこ見えるかな。優しい手ですね。あ、出るんだ、うん、やっぱ、むちゃくちゃ優しい。でね、こちらね、マスカゲですわ、はい、豊臣秀吉、徳川秀、うんうんね、マスカゲあった、はい、もうものすごくこれね、秀吉もそうだったんですね、はい、うん、だからこれは音楽家の手ですわ、はあ、ね、それで仏眼線もちゃんとあるしね、はい、うん、そして、これで言ったらまずね、わあ、これです、はい、これね、海外ものすごい縁も海外持たないと、うん、もったいないです。これね、海外活躍する人しか出ない。この線。見事に見て、今これから現実が、これ活躍線、活躍線なんです。海外活躍線。そう、これ見えるかな。見して、もっと見して。もちろん。これ。海外活躍する人しか出ない。それが長いです。3センチぐらいあるから、はい、長く持続できる。まさに最近、あの出した曲のテーマが、はいはいはい、その僕が、はい、その憧れてる、はい、あのマレーシアのインフルエンサーが台湾とか、まあ、アジアで活躍してるんですけど、はい、そのスターみたいになりたいんだっていう MV を最近出したんですよ。あら、見て。調べました、調べてます、ね、うん、それとね、あの夢を持ってるわ、はい、でリード、これリーダーの線を持ってらっしゃるんですよ、はい、だからバンドを持たれたりなんかするかもわかんない。なるほど。実は僕はメンバーバンドは18歳からやって、あ、そう、ごめんなさい、知らなくて。バンドは18歳からやってて、はいはい、今のその歌では、リーダー、リーダーではないですね。あら、ドラムをやってます。あ、そう、はい、リーダー線が出てる。あ、で、あの、もう一個ユニットではリーダーやってます。あ、やっぱあるんだね。これもね、はい、あの、ちゃんとしたリーダーになれますよ。なんですよ。そう。今先生も気になったのが、はい、世界進出をするってことだったんですけど、時期的なものっていうのはいつぐらい？あ、もうね、4、5年かかります。あの、本当に本格的は。うん、うん、うん。だから、3年、4年かかって5年目に花咲くでしょうね。あ、立派になりますよ。この方と仲良くしといた方がいいよ。よろしくお願いします。あの手相が、繊細な手相されてる。繊細な手相、うん、だからすごく感情的に感性が豊かなんですよね、はい、繊細で、で大物になる、まあ、手相は手相です今のところ。ただこれ運命線がないから、うん、後でかな、作るのは、はい、いや今も作ってみましょう。今作っちゃう、はい、すごいよ、いい、はい、すごい作っちゃう、はい、メガネ作ってくれるんですか。作るの、作れるんですか。整形よ。これが特許です。特許、これね、運命線があるんだけど薄すぎてる、うん、これマスカケだから、うん、あれか、あったらすごいんですよ。うわ、結構いけますね。いけました。ここまでいくこれでね、もう 100まで目標達成できる。何ですか。100がここだから。なるほど。この付け根、はい、中指のゼロがここだから、うん、30、50、100、100歳、100歳、100歳までいける手相整形、うん、見事です、うん、そして骨まで届かすの、これは私しかできません、はい、後ろでクチュクチュしてるでしょ。クチュクチュ、うん、右手で血管が動いてる感じですか。右手でクチュクチュ、気持ちいい、クチュクチュが気持ちいい、気持ちいい感じ、気持ちいい、気持ちいい、クチュクチュです。いやいや、あれレギュレーションで深くないとね、時間が、うん、まだ21だから、うん、こういう感じ、はい、痛くも何くもなくて気持ちがいいはずよ。今すごい、うん、いい感じです。で骨に届かしてるから変な気分になってるのよ。いい感じ、うん、その気になってんじゃない。そのいやあの、こうして整形するんですよ、はい、これがなかったらマスカケおしまいなのよ。ただのマスカケなの、はいはいはい、何にも意味ない、はい、運命線がないマスカケなんて意味ないの。でね、昔は1000人に1人だった、はい、今もうね、100人に1人どころか、はい、もっと大勢いてる、大勢、はい、うん、で女性に増えてるよ。あ、そうか、うん、マスカケはやり手の女の人が増えてる。僕もあるってことですか。ある、これ右手ね、今これ、はい、もうできました、はい、こうして作ります。女性で作るらしいですか。はい、あ、すごい長いのできましたね。こうして作っていくんですよ。リーさん、ちょっと一回カメラにその、うん、見えますよね。いや、めっちゃ、ね、めっちゃはっきり縦に入ってるんですよ。ほんと入ってるじゃないですか。あ、はい、めちゃくちゃ入ってるんですよ。そうなんですよ。これなかったらね、はい、チャンスが来ないの、
あ、そうなんですね。でご自身のようなやはり運勢持ってるとチャンスが必要じゃないですか。必要です。でじゃあご自身だけじゃなくてみんなそうですよ、うんうん、30まではあるけど、はい、相方がそれ以降がないわけ、はい、だからそうするとやはり目標がね、うん、決まらなかったり、はいはい、昨日まで良かったけど、うんうん、今年になって、うん、なんか知らないけど来年に向かって何をしていいかわからないとか、はい、先が見えないの、うん、で運命線っていうのはそういうことを教える線なんですね。だから手相はものすごく重要かと思います、はい、これもしかして自分が聞きたいことも聞けるみたいな。はい、聞いてください。あ、もうあの全力で聞いてください。何でも聞いて。あ、いいんですか。はい、あの僕なんか今回 これ聞きたいなっていうのが実はあってですね、はいはい、その僕そのさっき言ったそのバンドと、はい、そのまあ、ユニット3人組のユニット、はい、ユニット、まあ、3人でこう歌うグループ、はい、とあの1人で出る時っていうこの3つの顔を持ってるんですよ。なるほど。でその僕のこの手相とかを見てと包括的にその例えばバンドっていうのは僕ドラマやってるんですけど10歳からやってて、その裏方というかバンド支える側、主役ではなくて主役を支える側のバンドのドラムとしてやってて、ユニットではその3人っていう連携を取りながら、はい、自分が主役で、うん、でサポートしてもらってやってる。でソロはもう一人ですよ、はいはい、この3個でやってるんですけど。ソロ、ほう、はあ、一発で出ますね。一発悩むことなくソロ参考までに、うん、はい、参考までに、うん、なるほど。参考までにそのどれなのかなっていうのを、うん、だけどやっぱり今ある人脈は一生の財産ですよね、ご自身はね、うん、はい、だから切っても切れない中にいてる中でご自身はソロが一番の、あの脇役は合わない、うん、それはちょっと知っといた方がいい、まあ、60年の歴史の人が言ってんだから。確かにそうですよね、まあ、どこかで ね、そうすね、参考度がちょっと違うと思いますよ。なるほど、うん、これはだ先生どうなんですか、そのバンドはやっちゃいけないっていうわけじゃないですね。ないの、だから大事にしながら、はいはい、どこかでやっぱり自分を売る秘訣を知っておかないと不満が出るんですよ、この方は。はそれ言ってんの。どっかでストレスが出るの。あ、ストレスが、うん、あ、顔には出さないけどね、あ、なんか違うんだよなって絶対思ってくるから。はいはいはい、まあ、ソロで活動してってソロで、脚光を浴びてそれがこうバンドに、それが3年ぐらいバンドに、バンドに引っ込み、絶対バンドは切れないんだから。なるほどなるほど、うん、まずは性格的にも ね、ちょっとやっぱり弱いとこもあるから、なるほど、サポートするこのボリュームのあるものって言ったら、はいはいはい、やはりバンドでしょ、うんうん、他のチームでしょ、うん、これも必要、うん、でもやっぱり一発でソロです。そのトップレベルってことですね、うん、言ったら芸能界で言うと、うん、今まで先生いろんな方見て、うん、はい、うん、やれますよこの方、うん、その中でもやっぱトップクラスになる、手がいい、手相はすごい、手相、リュウさん、あの運命線があったらね、うん、めちゃめちゃ褒めてもらいました、うん、あの運命線があったら、はい、うん、あ、運命線があったらね、あったらもう一回つけてもらっていいですか。ラストね、ラス1よ、ラス1よ、そんなつけないよ。年下大事にしなさい。年下大事に、年下じゃ先生のことは大事にしなくていいですか。私はね、まあ、悪い質問大事にしてね。健康、健康はね、あのね、え、難しいことかもわかんないけど、うんうん、はい、午後1時から3時がね、一番体力ないの。午後1時、え、待ってください、夜ですか。夜、お昼、あ、午後1時から3時、はあ、一番体力ない、パワーダウンしてる。そういう、あの、心当たりあります、はあ、正直あります、はあ、でね、午後1時から3時が一番顔色が悪いの、はあ、滑舌も悪いの、はあ、うん、だから、意識して顔色よく見えるようにして滑舌よく喋る。その時間も活動しないっていう選択肢なんですか。あの、まあ、電話するとかやめた方がいい、ふにゃふにゃって聞こえるから。そうなんですね、うん、1時までか3時から5時午後そうか7時を待ってやっちゃうみたいな。以降あのワンセブン の、 その、ね、あのミーティングも全部そうするんで先生が言ってたって1時から3時とかに来たらと逃げちゃう、ね、マサ先生言ってたんでちょっと厳しいです15時でって、うん、この時間の占いも世界で私しかしてないんです。45年間本を出して頑張ってるの、これがこれなんですよね。ありがとうございます、うん、いや、いただけるわけじゃないよそうです、はい、まあ呼んでください。はい、わかりました。はい、これです、はい、時間も大事ですよ、はい、うん、え、先生それ持ってっていいんですか。持っていきましょうか。
それはノン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 ですね、ノンですね、はい、おじさんからノンノン、あるいは言っても後で解消されるやつですね。リュウジさん、初めての松田先生の占いどうでした？いや、なんかこう聞きたかったものっていうのが、はい、まずは全部聞けて、はい、まあ、そのもちろんそれで全部がこう決まるっていうのも僕の中では違うと思いつつ、はい、ただやっぱかなりその迷ってる、僕の中で迷ってる時期だったので、はい、なんかこう参考というか指標になるようなご意見をいただけたっていうのと、はい、運命線は嬉しいですよね。がっつり入りましたから。はい、運命線がやはりすごかったんで、はいはいはい、一番すごかったですね。すごかった。2回しましたからもう入ってますよ。もう入ってますもんね。入ってます。ありがとうございます。はい、ちょっといろいろなことを注意して、はい、ぜひぜひこれからもご活躍期待しております。ありがとうございます。鈴木隆二さんでした。ありがとうございました。はい、ということで以上占いでございました。まあね、ちょっといろいろと気になることも言ってましたけれども、まあ、引き続きですね、まあ、参考までにしてですね、僕らしく頑張って駆け抜けていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、ベルマーク通知登録待ってます。それではバイバイ。